ヤングアニマル、ヤングアニマル、ヤングアニマルは、白戦者の発行する月2回間の青年漫画雑誌。発売日は、毎月第2、第4金曜日、1992年に創刊。略称は、や、ヤンアニ、アニマル。単行本のレーベルとして、ジェッツコミックス、ヤングアニマルコミックスがある。発行部数は、約17万部、2009年時。として、 ヤングアニマル嵐とヤングアニマルアイランドヤングアニマルイノセントがあったいずれも休刊。前身は月刊アニマルハウスその系譜は1981年に創刊された月刊少年漫画雑誌の少年ジェッツまで遡り1983年の休刊後に月刊コミコミが創刊ついで1989年には 青年史としてリニューアルされた月刊アニマルハウスを経て1992年に各週刊としてリニューアル創刊された単行本のレーベル名がジェッツコミックスとなっているのはその当時の名残である2016年6月よりレーベルをヤングアニマルコミックスに変更その第一弾としてベルセルクの新装版が刊行された百九十二年の創刊時には 全身の月刊アニマルハウスから、阿波余白書、砂の薔薇、ベルセルクなどの作品を引き続き掲載する。1990年代には、本出身の作家として、わざ、ライズや、柴田よく猿、桃瀬田、真美、二宮光、関崎俊蔵などが登場し、主力として、紙面を牽引した。同時に、他社の雑誌で、すでに実績を上げていた、林崎文博、 あざりよしと、竹内桜などの作家も積極的に起用している。2000年前後にはグラビア関係の記事にも力を入れ、2000年にはミスヤングアニマルがスタートしている。また、二人エッチや小泉学習ブックなどの性描写を中心とした作品の在もあり、青年コミック出身の作家の起用も行われている。1990年代にもぶっ飛び。 CPU などが人気を博した。2000年には増刊のヤングアニマル嵐が期間としてスタート2001年には各月刊化している。同志は過激な描写で数々の有害図書指定を受けている。詳細は同志の記事を参照。しかし2011年現在では二人エッジ以外に直接的な成功シーンのある作は存在しておらず、寸止め程度に収まっている。 2000年代以降は数々のメディアミックスの試みがなされた。すでに1990年代において、戦術の砂のバラ、ぶっ飛び、CPU などが OVA 作品でアニメ化、またベルセルクが t v アニメとして映像化されていた背景もある。2000年代に入ってからは実写作品への進出が目立ち、2000年に二人エッジ、2004年に ああ探偵事務所2005年にホーリーランドがそれぞれ TV ドラマ化されている。また2006年にはユーリア百式がオリジナルビデオ2008年にはデトロイトメタルシティが実写映画として制作された。アニメに関しても2002年2003年に愛よりアオシが TV アニメ化2002年から2004年にタ人エッジが OV a 化れる。2008年に デトロイトメダル式が OVA 化され、同作品は2009年に衛星放送、2010年には衛星放送と地上波で、それぞれ放映されている。他には映画、アニメ、ゲームの漫画化作品も少数ながら掲載されている。付録に不定期で DVD が付属する。姉妹誌でもある、ヤングアニマル嵐とは、両誌での並行連載や連載作品の遺跡。 連載中の作品の番外編をもう一方の雑誌に掲載するなど、相互の交流が多かった。関連性を持つ雑誌に関しては、メロデーが挙げられている。2017年11月2日、公式ウェブサイトをリニューアルする。ヤングアニマル嵐が2018年7号、6月1日発売をもって休館となったことに伴い、 同誌連載作品のうち継続中のものなほとんどは、ヤングアニマル本誌に移籍し、2018年14号、7月13日発売、から、連載が開始された。以下、2018年12月28日、2019年ナンバー、1現在連載中の作品。月1連載作品や不定期連載作品、短期集中連載作品も含む、 2000年にスタート。当初は複数名のアイドルがエントリーし、投票制で各賞を発表していたが、2002年から読者選出により、グラビアアイドルを毎年5月上旬発売号で発表し継続した。2014年度を最後に行われていない。ヤングアニマルから新たなグラビアクイーンを生み出したい。という願いから生まれたフォトセッション企画。セカンドシーズンまでは、 写真家が、新人アイドルを推薦する形で開催。コンセプトから漫画主発グラビアとなるアイドルも多い。サードシーズンは10代限定。読みは、YA グラ姫。ヤングアニマル氏名を飾る、次世代プリンセスを決定するオーディション。DMM、イエルトの共催で2016年秋に初開催され、ネクストグラビアクイーンの後継コンテストとなる。一時選考は、 オープンエントリー制。ファイナリスト8名は、紙面掲載の上、投票でグランプリを決定する。ヤングアニマル電子は、ヤングアニマルによる、かつて存在したウェブ雑誌サイト。2013年4月26日から2017年7月31日まで、独自の作品を配信していたが、2017年8月以降は、白戦車の電子書籍ポータル、漫画パークに移行している。 毎週金曜日更新、創刊以来、以下の作品のうちの一本が不規則に2014年8月31日まで日替わりで掲載されていた。各作品とも読み切り、完結作品のページでバックナンバーを公開している。2014年4月25日配信開始し、月1から2作程度の割合で追加配信されていた。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。